昔はすごい賑やったんですけどね、夏なんかは特に。今はこういう状態で駅の方も人はもうほとんどいないというような格好になっておりますけども、それから県外の方はもうこの JR の写真を撮りに来てます。もうなくなるということでちょっと少し残念ですね。